通号自走重負標法は第二次世界大戦中のドイツ軍の装甲車両の一つ。正式名称は 15cm シグ33アウフ。ファジステルパンツァーカンプバゲン2。愛号 15cm 自走重負標法がフランス戦で予想外の活躍を見せたため、ドイツ陸軍はより本格的な自走重負標法を開発することを決定した。この車両は ベース車体として、通号戦車 B 型が用いられ、愛号自走重負標砲が 15cm シグ33を車輪ごと搭載したため、あまりにも背が高くなってしまった反省から、機関室から前方の車体上部構造を取り外して、車内に 15cm 重負標砲を搭載することになった。開発は、アルケット社が行い、1941年2月に、 試作車が完成したが、車体の内部容積が狭すぎて操作性に難があることが判明したため、通合戦車の車体幅を約 38cm 広げ、車体後部を 60cm 延長した新型車体が開発されることになった。車体が延長されたことによって、天輪が1個増えて6個となり、車内の重負標法を 全面3 0ト、mm、ル、側面1 5ト、mm、ル厚の装甲板で囲んだオープントップの戦闘室が設けられた。また、本社は当初よりアフリカ軍団に配備されることが決まっていたため、冷却不足を補うために、機関室にはに分割された大きなハッチが取り付けられており、これを平形地とすることで外気を直接導入していた。本社は、 1941年11月から12月にかけて12両が生産され、6両ずつ重負標法中隊に配備されて、1942年初めから北アフリカに送られた。しかし前述の改良にもかかわらず砂漠での運用には、適さず、わずか15分程度の走行で、エンジンの冷却が効かなくなったり、エンジンそのものも、 冷却のために開けたハッチから侵入する砂ぼこりにより損耗するなど問題が多かった。それでも15センチメートル砲は有効であったため、同年12月までのエルアラメインの戦いで全滅するまで各地を転戦した。また、損傷車両から砲ボ棒立てを取り外し、砲塔を失ったスリー戦車に無理やり搭載した改造型も存在した。なお本社の代替として、 フランスから捕獲した装甲砲研員車であるロレーヌ・シュレッパーに 15cm 重不評砲を搭載した SD-KFZ-135-1 が製作され北アフリカ戦線に派遣されている。また同砲を搭載した新たな自走砲として38のシャーシを利用した繰り入れが開発された。ありがとうございます。